貸すぜ兄さん。え？一人でよく頑張ったな。誰？通りすがりのヒーローだよ。いやっていうかどっから出てきたんだよ。店の中から見てた。あのさ、マジで危ないんで。遠慮すんな。ここは俺に任せとけって。いやちょっと、お前ら、言っとくけど俺はこの兄さんより腕が立つぞ。は？ならいいよ。ああ、おかげで連中が誰か分からずじまいになったよ。ああ？失礼。何か？待ち合わせだったんだけど、ちょっと2階見させてもらうよ。先生、無事ですか？もう一人誰かここに？ごめんなさい、やっぱり私何もお話できることはありません。待ってください。何があったんです？何か言われたってことですか？ここにいた誰かに。知らない女の人でした。サングラスをかけた。その人はなんて？三越場君の件には関わらない方がいいって、あなたにもそう伝えるようにって。俺にも？ええ。もし断ると言ったら？その時はこれを渡すように言われました。これ三越場ですか？ごめんなさい、私やっぱり。待って。わかりました。ならせめて家まで送ります。やめて、もう関わりたくないんです。明日学校に来ても私には近づかないでください。何のお力にもなれませんから。
これは。これは。ん？これは。怪しいな。わかんねえことだらけだな。そいつはハンピン・リューマンの白面だ。あいつらは金次第で暴力を受け負う。雇われの兵隊ってこと？そう言ったろ。で、俺にまだ何か？俺はこの町じゃちょっとした顔でね。でも兄さんは見かけたことがない。なんであんな連中に目つけられた？心当たりは？一応あるよ。あんたに話す気はないけど。釣れないな。さっき助けてやったろ。便利屋？桑名だ。厄介事なら相談に乗れる。金さえ弾んでくれりゃ警察に言えないような案件でもな。別に俺やましいことなんてないし、その手の仕事ならこっちもプロなんでね。なんだよ、同業者ってことか。こっちは探偵だよ、カムロ町の。なんだよ。よそ者のご同業が地元で騒ぎを起こした。あんたが俺の立場ならどうだ？せめて頭下げてもらおうって思わないか？名前を名乗ってこの度はお騒がせしましたって言うだけだ。この町の便利屋さんっていうのはそんなに偉いのか？礼儀を教えてやってんだよ。これが礼儀の教え方か？名刺の渡し方もなってね。今の避けたのは褒めてやる。おかげでこっちも火がついた。おいおい、がっかりさせんなよ。なかなかのもんだ。
かかってきな。かかってきな。今のはなかなか良かったぞ。いや、あんたも案内頑張ってる。褒めてやるよ。おい、これ以上やったら軽い怪我じゃ済まねえぞ。そっちがな。口の減らねえ。二人ともそこまでだ。殺がそこまで来てる。お、杉浦君。何、知り合いかよ。話は後だって。ほら、店の裏口から抜けさせてもらおう。なんとむごい。この写真を沢先生も見たのですか。そう、すっかり動揺しちゃって話を聞ける状態じゃなかった。その写真をよこしてきたって女は、まず間違いなく三越馬殺しに関係してる。つまり江原の仲間か手下だった可能性が高い。それが半ピン龍馬を雇って八神氏を襲わせたのですね。そして三越馬の剣から手を引けと言ってきた。波の探偵ならビビって言う通りにしてたかもな。でも連中はなぜ八神氏が邪魔なのでしょう。三越馬殺しを嗅ぎ回られたくないということで。それなら警察の捜査の方がよっぽど嫌なはずだけど。確かに警察が動いているのに八神氏の調査だけ止めても意味がないですな。だから多分連中が本当に脅したかったのは俺じゃない、沢先生だ。4年前に江原敏郎が自殺した時、彼女三越馬のいじめを責めてたらしい。だから俺は何が本当なのか先生に話を聞くつもりだったんだ。でも連中はその辺に触れさせないようにしたかったかもしれない。だとすると敵の脅しは効果的でしたね。おかげで沢先生は貝のように口を閉じてしまいました。大丈夫、まだこっからだよ。それに連中だって一つミスったろ。え？ギャングに追っ払わせるつもりだった探偵がかえってこうやる気出しちゃってんだから。なるほど、それは随分大きなミスを犯しましたね。
その夜、偉人町で見つかった死体の身元がテレビやインターネットで報じられた。これで清涼高校の誰もが御子柴弘の死を知ったはずだ。あの学校の中で世界は一変したと言っていい。かつていじめ加害者だったとされる御子柴弘殺害、そこには強烈にして明確な殺意が感じられた。そのきっかけとなった4年前の事実を探る矢上に、どこからともなく組織的な暴力が立ち塞がる。彼らはなぜ矢上の行く手を阻むのか。横浜偉人町に立ち込めた闇が徐々にその暗さを増していく。本当にごもっともで。はい、清涼高校でございます。はい、ニュースの件、確かに御子柴君はこちらで教育実習をしていたんですが。すみません、保護者の皆様にはとんだお騒がせをしております。はい、伊勢崎偉人町で男性の他殺体が見つかった事件で、神奈川県警は遺体の身元を同市の大学生御子柴弘さんと発表しました。遺体は死後2ヶ月ほど経過しており、死因は刃物による失血死。で、今日はどう動くんだ。俺はもう少し酒抜けねえと頭が回んねえぞ。朝まで飲ませんだもんな。困るよ、うちは海藤さんの切れる頭が頼りなんだからさ。もっと言ってくれ。俺はまた清涼高校に行ってくるよ。まずは沢先生の様子が気になる。いろいろ抱えてるみてえだな、あんな綺麗な先生が。沢先生ははじめ江原とし、けど4年前はその多分いじめは実際にあったんじゃないかな。そこへ来てサングラスの女か。ああ、その女は御子柴を殺した一味だろう。じゃあ犯人たちは過去のいじめを隠したい。何が。だって御子柴がもしいじめの加害者、逆にもっと広めてって感じじゃない。一理ありますな。それも普通に考えれば上から圧力、例えば清涼高校の。どうだろう、あの理事長にそんな力あるかな。やっぱりその辺は沢先生本。でも矢上さん、もう近づかないで。そんな聞き分けよくちゃ探偵なんてできない。そっか。ああ、あるぜ。そうなの。どの道今あの学校に出入りできんのは俺だけだ。ゆうべ。ずるいよな矢上さん。さん、ん？よう、甲田さんか。そろそろ矢上さんが来る頃。ニュース見ました。矢上さんはそのこと前から知ってたんです。まあね。やっぱりな、だと思ったよ。それで矢上さん、御子柴先生のこと聞き回ってたんすね。言えなかったんだよ、お前らの悲しむ顔を見たくな。マジの話、誰に殺されたんすか。まだほとんど何も分かってない。多分御子柴が殺されたのはこの学校に来なくなった直後だ。え、そうだったんですか。ニュースで言ってたよ、死体は死後2ヶ月くらいだって。何マッツン、なんかミスケンの奴らみたい。矢上さん、沢からはなんか話聞けたんすか。いや、昨日はちょっと邪魔が入ったもんでさ。俺本当に御子柴先生が殺されたこと悔しいんだから。何か分かっ。それは約束できない。松井です。ああ、私にも
よかったら教えてほしい。なんか自分でもどう感じているのか整理でき。わかった。それじゃあ失礼します。沢先生。学校に来るなとは言いません。私にそんな権限はないですから。でももう構わないでください。昨日はあれから何か。お願いします。二度も同じことを言わせないでください。もしもし、つくも？ええ、もちろん。そのつもり。なるほど。ただ死体が見つかった。かもね。見つけました。死体の発見現場は桜川沿いで、死体はそのビルの。了解。
こんちは。誰もいないっすよね。お邪魔しますよ。死体があった場所は何か跡が残ってればいいんだけど。